森を抜けると、そこに待っていたものとは。どうも、オナハマ一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL よ。さて、今日も私はこちら岬公園に遊びに来てるの。さて、今日は何をしてこうかしら。それでは今日もやってまいりましょう。うっしょい、うっごー。ねねねね、みんな、昨日は何の日だったか知ってるかしら。そう、昨日は東日本大震災の追悼日だったんだよね。私はね、SNS での皆さんのツイートだとか投稿をね、見ていて、少しね、複雑な気持ちになりました。というのも、私はね、東日本大震災を受けた時は、その時は新宿にいたんだよね。新宿駅で電車に乗ってたんだ。そしたら、ガチャーンとね、大きな地震が起きて、覚えてるわ。今でも覚えてる。新宿駅のね、天井からね、鉄板がね、バンバン落ちてくる音がね、聞こえたわ。それで、結局その日はもう交通機関が麻痺してましたから、私はね、新宿高校にね、行って、そちらの体育館でね、一夜を過ごしたことをね、昨日のことのようにね、思い出されます。まあね、幸いなことに、私はその程度の被災で済んだわけなんですけども、こうね、改めてね、深刻な被災を受けた福島でね、そういった追悼日を迎えた時に、ちょっとね、今まで私が過ごしてた身の回りの人たちの反応と、実際にね、福島で過ごしてきた皆さんの反応をね、比べてしまうと、随分ね、緊張感の差というかね、受け止める感覚の差があるなぁというふうにね、感じた次第でございます。そんなわけで、私ね、何のご縁かわかりませんけれども、こちらのね、福島県で過ごすことになったからには、今後もね、そういった福島での東日本大震災の状況、福島原発についての情報についても、よくね、勉強しておく必要があるなぁと、そう感じた次第でございます。そんなわけでね、私のね、思い出作りで始めたこういった YouTube が、だんだんとね、福島愛あふれるね、YouTube になってきているわけなんですけども、こんな私にもね、何ができるかわかりませんが、少しでもね、ここ、福島県、いわき市、小名浜、被災された皆さんの気持ちが、少しでもね、ちょっとでも明るくなれるような、クスッと笑っちゃうような、そんな動画配信をできたらと、そう思うようになりました。なかなかね、こういったテーマのお話は少しね、寂しくなってしまったり悲しくなったりしてしまうことが多いと思うので、難しい題材なんですけれども、ぜひね、ちょっとね、こういった追悼日というね、こういったタイミングで防災意識をね、高める機会にしたいと、そう思います。なになに？あ、私の YouTube の動画のコメント欄にもこんなコメントが入っておりました。悟空さん、小名浜には各県からたくさんの漁船や漁師さんが来て船を見てると、微妙な違いとか何に使うんだろうという装置などがあって、見てて楽しいですよね。自分も小名浜港で釣りをしながらよく見てます。明日3月11日で東日本大震災で丸12年経ちましたね。
当時はまだ小名浜には住んでいなかったけど、親戚が原発の被害に遭いました。たくさんの思い出が詰まった地から離れるのはすごく寂しいですね。同じ人さんは当時から小名浜に住んでいたんですか？ということで、こんな風にね、悟空さんのご親戚の方もね、被災されてるわけですよ。こういったね、コメント寄せてくださってる方もね、被災されてる方がいらっしゃるということでね、ぜひね、私の動画と一緒にね、福島を盛り上げていきましょうよ。ね、次の方、ね、ユーザー LZ さん、こんばんは。小名浜も震災でいろいろ変わってしまったですね。しかし長崎の漁師さんたちも福島の方まで来てるのにびっくりです。ありがとう。ということでね、福島のね、景色が変わってしまったっていうね、コメントくださる方もね、結構多いですよね。私がね、小名浜に来た時にはもう防波堤があるのが当たり前の景色だったんですけども、よく皆さんね、こういった景色ではなかったっていうふうにね、口を揃えておっしゃっています。続いてユーザー IP さん、今でも素敵だけど、もっともっと小名浜が発展し魅力的で素敵な街並みになってくれればいいなーっていうことでね、だんだんポジティブに明るい未来へ向かって突き進んでまいりましょう。さて、そんなことをお話ししてましたら、なんだか森の奥に迷い込んでしまいました。どこなの？ここは私どこまで来ちゃったの？お、先を見てみるとなんだか白いものが立ってますね。なんでしょう？あ、わー、なにこれなにこれ。こちらはなんと番所灯台、番所灯台という灯台でございます。こちらの灯台、福島県でも2番目に古い灯台なんですって。一番古いのは皆さんご存知、塩崎灯台なんですけども、あのね、美空ひばりさんの乱れ髪の聖地のとこが一番古いところ。そして今私がついた番所灯台、こちらの灯台が福島県でも2番目に古い灯台なんですって。そもそもこちらの灯台、何をするための灯台かっていうと、昔ね、日本が鎖国していた時に外国の船が来てないかなーってね、見張るための灯台だったんですって。さてさて、じゃあそんな外国船が来てないか、私も見張ってみましょうか。なんで私も見張るかっていう、それを私もよくわからない。わかんないけども、景色を眺めてみましょうか。おー、すっごいね。太平洋が一望できて最高のロケーションですね。お、外国船来てますよ。うん、オーストラリアから石炭を積んで、小名浜港に降ろして帰るところでしょうか。お気をつけてくださいね。そしてこの木と木の間を覗いてみると、まだまだ船が見えそうです。ほら、あそこの奥の方にあるのも見えませんか？お、なんかこんなところに素敵なホテルがありました。なになに、ホテルカテン。あ、ホテルがここにあるんだ。最高ね。私ね、実はね、ここのホテルのね、温泉に入りに行ったことがあるんだけども、最高のロケーションよ。だって、こうやって振り返ってみると、向かいがもう太平洋の海に面してるんですからね。こういった景色を眺めながら露天風呂に入るなんて、とっても最高に気持ちいいわ。ぜひ皆さんもね、こちらのホテルの露天風呂入ってみてくださいな。あー、今日もいいもの見れたな。一日中三崎公園でうろちょろしてたら、あっという間に日が暮れてしまいました。ほら見て、あっちの山の方に太陽が沈んでいく姿が見えます。ほら、赤くオレンジに輝いて綺麗な景色に出会いました。そして、小名浜港の工場も、高校と輝いております。いいね、いいね。いつも朝お散歩するんだけども、夕方もね、いつもと違う角度で、小名浜の海を眺めることができるので、
とっても綺麗な景色に出会うことができました。ラッキーラッキー。さーて、次はどんな楽しいことが待ってるかな。お、なんかここに書いてある、ん、ファミリー、行くー。はーい、いかがでしたでしょうか。東日本大震災の追悼日を迎えて、私にとっての東日本大震災、福島の東日本大震災のことを思い返す回でした。あ、いや、本来ならば番所灯台回でした。それではコメント返してまいりましょう。ネモヤンさん、船に詳しくなってきましたね。そのうち漁師さんと仲良くなって船に乗せてくれるかもしれないですね。あ、乗せてもらいたいわ。小名浜だと花見どころは大畑貝塚公園ですね。なこそ火力公園も綺麗ですよ。あら、花見に行ってパーッと楽しみたいわね。次の方、ユーザー IP さん、バイクで小名浜海岸を走ってると自転車で爆走してる人に目が行き、もしかして小名人さんかなーなんて思ってしまう今日この頃です。あら、それは私よ。8割方私。今日も最後まで見てくれたあなたが大好きです。次回も楽しみにしてくれるかな。また見てよね。約束だよ。バイバイ。あ、消えた。お分かりいただけただろうか。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 わあ、カモさんかわいい。私とカモさん、どっちが可愛い？私は福島県いわき市に住む独身 OL。 キャー、見ちゃいけないものが映っちゃったかも。福島県いわき市独身 OL の日常、これすごくない？女子の裏技メニュー。マラソン女子、気持ちよい。小名浜の工場界隈に潜入。福島県いわき市独身 OL の日常。映っちゃったかな。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL。 今日は駆逐艦沢風のタービンを見に来たよ。すっごく大きいね。びっくり。何あれ。
プロジェクト T。 ちょっとそこのあなた、私の夢を語っても良いかしら。私ね、一度でいいから海外で暮らしてみたいの。それもできれば東南アジア圏、具体的にはタイに行ってみたいな。え？なんでタイかって？それはね、物価がリーズナブルなところと、日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろんタイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い、一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援はダイレクトメールもしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。気分次第です、僕は敵を選んで戦う少年。叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってた。そのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願って、もうどうしようもなく